ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は科学で証明できない謎の超常現象5選を紹介していくぜ。なあ霊夢、部屋の何もない場所から水が溢れてきたら、誰に相談したらいいと思う？水のことなら水道屋さんね。水道屋さんには相談できないぜ。なぜなら雨漏りも水漏れすらも、何もない場所から水が溢れてくるからだ。何が言いたいのよ？もしもこれが、沈没したタイタニック号の呪いだとしたら、誰に相談したらいいんだぜ？呪いですって？今日はそんな怪奇現象や幽霊など、普段の生活では遭遇できない不思議な超常現象を5つ紹介していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、原因不明の浸水現象。最初に紹介する謎の超常現象は、アメリカで起きた原因不明の浸水現象だ。この謎の超常現象が起きたのは、シカゴのボロ博物館。アメリカの博物館が浸水しただけ？まあ結論だけ言うとそういうことになるな。しかしただの浸水と結論付けるには気が早いぜ。当時ボロ博物館ではタイタニック号に関する展示が行われていたんだ。タイタニック号って、あのタイタニック号？あのタイタニック号だぜ。有名なのは映画作品ね。私も見たことあるわ。沈没するタイタニック号と乗客の運命を描いた映画作品として、多くの人に知られているな。実はこの作品は、実際に起こった海洋事故が題材になっているんだ。そうだったのね。事故が起こったのは1912年のことだ。航海中のタイタニック号は氷山に衝突してしまい、沈没してしまう。1500人以上もの死者が出た、凄惨な海洋事故だったぜ。ボロ博物館では当時、このタイタニック号に関する企画を行っていたんだ。悲しい事故だけどこういう事故こそ、後世に伝えることが大切よね。企画展示では、タイタニック号に積まれていた自動車と同じものが展示されていた。ルノーのコンセプトカーで、世界に2台だけしか存在しないモデルだ。もう1台の相方は海の底に沈んでいる車、貴重な展示だわ。怪奇現象が起こったのはまさに、この貴重な自動車の展示部分だった。突如自動車の下から浸水が始まり、水がフロア全体に広がっていったんだぜ。たまたま浸水したにしては、因縁の深い場所だわ。ただの偶然でしょうけど、不吉な雨漏りね。今、霊夢は雨漏れと言ったな。あら、雨漏りじゃなくて配管の故障だったかしら？実はこの浸水の原因は分かっていないんだぜ。え？浸水してるってことは、屋根の水漏れだったり、配管が壊れてたり、何かしら理由があるでしょう？というか理由がなかったらただのホラー現象じゃない。だから今日紹介しているんだぜ。建物に不備のない水漏れほど怪奇な現象はないわ。実はこの博物館では、昔からたびたび怪奇現象が起こっていた。博物館の来場者を睨みつける子供の霊や、展示場を徘徊する兵士の霊が目撃されたり、瓶が宙に浮く、ポルターガイスト現象も目撃されているのだとか。ということはこの博物館自体、怪奇現象を呼び寄せがちな建物だったりするのかしら？その可能性は高いぜ。一方でタイタニック号の呪いという可能性もある。まさか、船の呪いなんてあるわけないわよ。1500人もの人々と一緒に海の底に沈んだ船だぜ。確かにタイタニック号の事件は、悲惨な事故だとは思うけど、実はタイタニック号にまつわる怪奇現象は、博物館の浸水以外にもたびたび起きているんだ。例えば2023年6月に起きた、潜水艇タイタン号の沈没事故だ。大西洋の海底に沈むタイタニック号を、実際に潜水艇で見に行くツアーが企画されたぜ。今タイタニック号はどのあたりに沈んでいるの？大西洋、水深3800メートルの深海だ。200メートルより先は深海と呼ばれ、光も入らない海の世界。水圧も高く、潜水艇でなければ近づくことすらできない過酷な場所なんだ。このツアーの参加費用はなんと3600万円。といえばニュースで聞いた覚えのある人も多いのではないだろうか。あ、思い出したわ。確か大富豪が何人かこのツアーに参加して、亡くなっちゃったのよね。そうだぜ。タイタン号は潜水開始から1時間45分後に、突如として連絡が途絶えてしまった。潜水艇に不備が起き、水圧によって潜水艇もろとも押しつぶされ、ツアーの参加者を含む乗員5人が亡くなってしまったんだぜ。これまた凄惨な事故ね。もしかしてこれもタイタニック号の呪いなのかしら？そうかもしれない。と言いたいところだが、実はこの事故に関しては、ツアーの前から潜水艇の安全システムの不備が指摘されていたんだぜ。単にタイタニック号の呪いのせいで片付けられる問題ではなかったのね。ということはなおさら原因のわからない博物館の浸水が、怪奇現象に思えてくるわ。そうだな。博物館の浸水では怪我人は出なかったものの、海に沈んだタイタニック号と浸水が、マッチしすぎているということで、謎の多い怪奇現象として話題になったぜ。2、
バッタガ対星人遭遇事件。続いては1987年9月、カナダのユーコン準州で起きた事件を紹介しよう。ここは緑あふれる自然豊かな地で、釣りやハンティングなどのアクティビティで人気があった。今回の事件に遭遇した A さんも、数日間のキャンプのためにユーコンの森を訪れていたぜ。大自然でキャンプなんて、楽しそうね。A さんはバイクで現地に向かっていた。しかし走行中、突如謎の不安感に襲われてしまう。具合が悪くなったのかしら、心配だわ。一度路肩にバイクを止めて休憩しようとすると、上空に謎の物体が浮かんでいることに気づいたぜ。謎の物体、飛行機かしら？ A さんもそう思っただろう。しかしその飛行物体には飛行機のような翼がなく、飛行音もしなかったんだぜ。飛行物体は楕円形で、側面に丸い窓が並んでいた。最近だったらドローンの可能性が高いけど、そこまで普及していない時代だものね。飛行機でもドローンでもない、謎の楕円形の飛行物体。まさか？そう、そのまさかだ。A さんの上空を飛んでいたのは UFO だったんだ。さらに彼が目撃したのは UFO だけで終わらなかった。なんと突然バッタガ対星人が、彼の目の前に現れたんだぜ。あのバッタガ対星人が？ってバッタガ対星人って言われても、どんな星人か全く想像がつかないんだけど。姿形は人間と似た雰囲気で、大きな頭と目を持ったバッタのような形をしていたぜ。体には青いボディースーツを着用していたようだな。バッタのような頭と、ボディースーツ、仮面ライダー？バッタガ対星人は二人組だった。そして突然片方のバッタガ対星人が A さんを攻撃したんだ。攻撃ですって？異星人の指からレーザー光線のようなものが放たれ、A さんに当たってしまった。大丈夫かしら？レーザー光線を受けてしまった A さんは、周囲の時間が止まったように感じ、体も動かせない状態になってしまったんだぜ。気づいた時には数時間が経過していて、元いた場所と反対側の道にいた。命を取られたわけじゃなさそうで安心したわ。A さんは違和感を覚えつつも、そのままキャンプ場へと向かった。この状況でキャンプに行くの？まあそれだけ元気ならよかったわね。話はここで終わらないぜ。翌日キャンプ場で朝を迎えた A さんは、昨日の意識を失っていた間の記憶が戻っていたんだ。確か攻撃を受けて、数時間分の記憶が飛んじゃったんだっけ？その間に一体何があったのかしら？実はあの数時間の間に、A さんは異星人に連れ去られて宇宙船に乗り込んでいたんだ。衝撃すぎて私の方が記憶を飛ばしそうになったわ。宇宙船に乗り込んだって、さすがにありえないわよ。宇宙船の窓から、先ほどまで自分がいた地球を見ることができたらしいぜ。地球の姿を見るには地球の外、つまり宇宙に行くしかないぜ。でもそれが本当だとしたら、本物の A さんは宇宙に連れ去られちゃってるじゃない。地球にいる A さんは偽物ってこと？A さんは本物だぜ。最終的に A さんは宇宙船で記憶を消す薬を渡され、解放されることになったのだという。その薬を飲んだふりをしたから、すぐに記憶が蘇ったというわけだぜ。この日の怪奇現象が現実だったことを示すかのように、A さんの手のひらには謎の凹み跡が残っている。そんな不思議なことが本当に起きたのかしら？全然信じてない顔をしているんだぜ。そりゃそうでしょ。バッタが対星人だけでもありえないのに。宇宙船に連れて行かれて無事に戻ってきたなんて、もっとありえないわ。絶対何か裏があるはずよ。この事件の真相としてまず考えられるのは、彼の証言通りアブダクションが起きたということだ。アブダクション、つまり異星人に誘拐されたってこと？そうだぜ。A さんは異星人に誘拐され、改造手術や記憶改ざんの手術を受けたんだ。こうしたアブダクションの体験談は意外と多いんだぜ。へえ、そうなんだ。とは言っても体験談として残るのは、記憶を持ったまま無事に帰ってきた人の話だけだ。記憶が完全に消されていたり、そのまま宇宙の果てに誘拐されてしまった人もいるかもな。もっと現実的な理由はないのかしら？そうだな、熱中症の可能性はあるかもしれないぜ。バイクの走行中に熱中症になってしまい、体がふらつき、転倒した可能性は大いにあるぜ。脱水症状によってバッタが対星人の専門を見たり、倒れた時の頭の打ちどころが悪く、数時間意識が飛んでいたのかもしれない。これはこれで、アブダクションと違った意味で恐ろしい話だわ。バッタが対星人に遭遇したくなければ、夏場も冬場もしっかりと水分を取っていかないとね。それから上空の UFO にも十分気をつけてくれ。3. ウェイバリーヒルズ療養所。アメリカのケンタッキー州に、ウェイバリーヒルズ療養所という病院が存在する。この療養所は1900年代の初めに、結核の専門病院としてオープンしたんだ。結核の専門病院？現代ではあまり聞き馴染みがないかもしれないな。
今でこそ特効薬が存在するが、この時代の結核は不治の病だった。一度かかっちゃったら治らない病気ってこと？有効な治療法が見つかっていない病気ということだぜ。結核は全世界で多くの人々を苦しめた病気で、日本でもたくさんの人が犠牲になった。アメリカでは1900年頃から結核の大流行が起こり、療養所が建てられることになったぜ。ウェイバリーヒルズ療養所も、最初は40人ほどの患者を療養できるほどの規模だったが、結核患者はどんどん増えていき、増床を続けて、最終的に400人以上の患者を収容できるようになった。かなり大きな病院だったのね。それでこの病院で、どんな超常現象が起きるっていうの？ズバリ、幽霊が出るんだぜ。幽霊が出る病院、ベタだからこそ恐ろしいわ。この病院の幽霊の中でも有名なのが、看護師の霊だ。ウェイバリーヒルズ療養所に勤めていた看護師で、苦悩の末に自ら命を絶ってしまった。まさか自身も結核になってしまったとか。医師との間に子供を妊娠し、それがきっかけになって悩みやトラブルがあったんだとか。結核は関係ないのね。しかし結核患者を療養するという施設の性質上、人里離れた場所に建物はあった。閉鎖的な環境で、悩みを話せる相手もいなかったのかもしれないぜ。自分の命を自ら絶ってしまうほど苦しんでいたんだものね。幽霊になっても不思議ではないわ。そしてさらに不可解な出来事が起きたのは、この事件の後のことだ。2年後、別の看護師が同じ部屋の窓から飛び降りて亡くなってしまったんだぜ。同じ部屋で2人も自ら命を絶ってしまったの。もしかして不幸が不幸を呼んでいたりするのかしら。療養所では、この2人の看護師の霊が目撃されると噂されていた。そして看護師だけでなく、結核患者の幽霊も大勢目撃されているぜ。できたら幽霊じゃなくて、元気になって病院を出て欲しかったけど。残念ながらこの療養所の門をくぐったら最後、元気に家に戻ることができた患者は少なかったらしい。多い時には1日で6人もの死者が出たという。そんなにたくさんの人が。この療養所の地下には400メートル以上の長いトンネルがある。本来は外から物資を運ぶためのものだが、ピーク時には亡くなった患者を運び出すために使われたらしいぜ。結核に特効薬がなかったのは仕方ないことだけど、何か治療はできなかったの？療養所の医者も治療法を生み出すために研究を進めていたんだが、中にはかなり危険で痛みを伴うような治療や手術が行われていたという噂があるぜ。患者さんを実験台にしていたってこと？辛い治療を耐え忍んだ挙句に亡くなったとあれば、恨んで幽霊になってもおかしくないわね。さて、このように多くの人々を苦しめた結核だが、1943年に結核の特効薬ストレプトマイシンが発見されると、結核患者はあっという間に減少していった。よかったわ、結核に苦しむ人が少なくなることが何より嬉しいわ。でもそうなると、ウェイバリーヒルズ療養所はどうなっちゃうのかしら？結核の専門病院だったウェイバリーヒルズ療養所は、結核患者の減少に伴いお役御免になってしまった。1961年に一度閉鎖になるぜ。そして翌年1962年に老人ホームとして再び利用されるようになった。せっかく病院として設備が整ってる場所だものね、活用されるみたいでよかったわ。しかし20年後の1982年に、スタッフの人手不足のために再び閉鎖された。そうなの？でもスタッフが足りてないんじゃ仕方ないわね。その後療養所は、刑務所や宗教法人の施設として利用が検討された。しかしこれらもすべて計画は中止になっていったぜ。まさか、これって幽霊たちの呪い。たまたま計画中止が続いただけかもしれないぜ。立派な療養所なのに、その後利用されないなんておかしいわよ。誰にも利用されてないとは言っていない。どういうこと？ウェイバリーヒルズ療養所は現在、アメリカ随一の心霊スポットとして有名になっている。ホラー映画の撮影に使用されたり、リアルお化け屋敷が開催されたりと、ホラー好きの間で人気スポットになっているんだぜ。つまり、現代のホラー好きに活用されてるってこと？そんなことして、療養所の幽霊たちに怒られても知らないわよ。いや、案外幽霊たちも喜んでいるかもしれない。どうしてそんなことがわかるの？閉鎖された後のウェイバリーヒルズ療養所では、様々な幽霊が目撃されている。看護師の霊や亡くなった患者の霊、その霊たちのうめき声も耳にした人がいるぜ。きっと病気に苦しみながら亡くなった人の霊よ。その中に、幼い男の子の霊がいるという。結核は幼い子の命も奪っていったのね。それで、その子がどうかしたの？ウェイバリーヒルズ療養所にボールを持っていくと、なんとそのボールが勝手に動き出すのだとか。もしかして男の子の霊が遊んでいたりするのかしら？案外楽しみに待ってくれているのかもしれないぜ。4. 異星人のミイラ。
釘はメキシコ北東部にあるセロデラスミトラス洞窟で発見された。小型のミイラを紹介しよう。どんなミイラだったの？大きさは10センチほどの、手のひらに乗るくらいの小さなサイズのミイラだったぜ。人間のような頭部に、宇宙人グレイのような大きな目、小さな口と長い手足が特徴的だ。発見者は鳥やコウモリのミイラと勘違いしたが、よく見ると全く違うことに気づいたぜ。ミイラには人間のような肋骨があったんだ。まさか人のミイラ？例えば胎児とか、生まれてすぐに亡くなっちゃった赤ちゃんとか？まさにミイラは、母親のお腹の中にいる胎児のような丸まった姿勢をしていたぜ。ということは胎児のミイラなのね。しかし胎児のミイラと言い切るには謎があった。肋骨が10対、つまり20本しかなかったんだ。ミイラの大きさ的にとても小さい赤ちゃんだから、まだ骨が揃う途中だったんじゃないかしら？人は母親のお腹の中にいる時から肋骨は10についあるんだぜ。それじゃあこのミイラの正体は一体何なの？まず考えられるのは霊夢の言う通り、人の胎児だ。でも肋骨の本数が通常と違うんでしょう？そうなんだぜ。それで次に考えられるのは、この洞窟に未発見の生物が生息している可能性だ。現代の地球上に暮らしていて、人間に捕捉されないなんてことは可能なの？もちろん可能だ。地球にはまだ発見されていない生物がたくさんいるんだぜ。新種生物が見つかったというニュースを見たことはないか？そういえば見たことあるわ。世界では毎年2000種の生物が新たに見つかっているというから、人に似た生物の中にも、まだ発見されていない生物がいたっておかしくはないぜ。なるほどね。現代に見つかってない人に似た生物はもういない、っていう思い込みがあったかも。それから異星人のミイラの可能性もあるんだ。一番ありえない可能性だけど、一番納得しちゃうかも。この大きな目と大きな頭が、なんとも異星人っぽいのよね。このメキシコのミイラの正体を解明するかもしれない重要な鍵が、チリに存在する。チリのアタカマ砂漠付近の鉱山町で発見された、小型のミイラだ。ミイラの正体の鍵を握るのはミイラなの？その鍵こそ、アタカマヒューマノイドと呼ばれるミイラだ。メキシコのミイラと同じように頭部が大きな、三頭身の小型のミイラなんだ。姿や雰囲気も、メキシコのミイラによく似ているわね。手足が長いことに加えて、肋骨の数が10についでないことも共通している。そしてアタカマヒューマノイドは、すでに DNA の解析を終えているんだ。ということはアタカマヒューマノイドの正体がわかれば、自動的にメキシコのミイラの正体もわかったりして？そういうことだぜ。そしてアタカマヒューマノイドの正体は、ズバリ人の胎児だ。やっぱり人の胎児。って、人の胎児なの？確か肋骨の本数が違うって話じゃなかった？そう、肋骨の本数が大きなポイントになってくる。アタカマヒューマノイドは、早産で亡くなった胎児のミイラだと言われている。このミイラには、先天性の病気の兆候がいくつも見られたんだ。ふむふむ、そういうことだったのね。アタカマヒューマノイドの遺伝子を調査したところ、この胎児は骨の病気になりやすい遺伝子を持っていることが分かった。そのため肋骨の骨の本数が足りなかったり、ミイラ自体がとても小さかったりしたんだ。なるほど、そういう事情があったのね。とにかくそのアタカマヒューマノイドとそっくりってことだから、メキシコのミイラも人の胎児ってことで解決ね。いや、まだ解決には早いぜ。まだ何かあるの？解明しなければいけない謎が2つ残っている。アタカマヒューマノイドは、稀な遺伝子の変異が起きていたミイラだ。同じような疾患の胎児が、別の国で同じようにミイラになっているという、この信じられない確率について説明をつけないといけない。確かに。でも見つかっちゃったものは仕方ないでしょ。きっとそのとんでもない低確率の出来事が起こったのよ。そしてミイラが発見された場所も、大きな謎だぜ。確かメキシコのミイラが見つかったのは洞窟の中だったわね。洞窟の何が謎なの？ミイラは湿度が低く、乾燥したところでなければ作れない。それは当然の話ね。水分が残ってたらミイラが腐っちゃうもの。アタカマヒューマノイドの場合は、乾いた砂漠地帯で見つかったものだから。仮に埋葬された胎児が自然にミイラになったと考えても不思議ではない。しかし洞窟で発見されたメキシコのミイラの場合は話が変わってくる。一般的に洞窟というものは湿度が高く、ジメジメしている。そうした洞窟内でミイラは自然にできにくい。確かに。世界では人のミイラが洞窟内から、見つかった例がないわけではない。しかしほとんどのケースは洞窟の外でミイラが作られた後、仲間の手で洞窟内に収められるんだ。あとはメキシコの洞窟が乾燥していて、たまたまミイラになりやすい環境だったとか？その可能性もあるかもしれないな。不思議なミイラの続報が気になるところだぜ。5、グリーンブライアの幽霊。最後に紹介する超常現象は、裁判で証言する幽霊だ。
幽霊が裁判で証言できるのはゲームの世界だけよ。さて本当にゲームの世界だけの話なのか、霊夢にも考えてみてほしいぜ。1897年、アメリカのウェストバージニア州の町、グリーンブライアで殺人事件が起こった。被害者はゾーナ・エスターという女性。自宅の階段下で倒れているのが発見され、事件が明らかになったぜ。倒れる彼女は恐怖に怯えたような、悲壮な表情をしていたという。犯人は誰なの？犯人はゾーナの夫、エドワードだった。実はこの二人は、3ヶ月前に結婚したばかりの新婚カップルだったぜ。たった3ヶ月前？新婚ホヤホヤもホヤホヤじゃない。夫婦の間に何が起こったのかしら？事件の現場を発見したのは、この家を訪れた近所の少年だった。発見後すぐに警察と医師に通報が入る。この間に夫はゾーナの遺体を2階の寝室に運び、衣服を整え首を隠すようにして寝かせたぜ。うわ、怪しい。どうせ首に見られたら困るような痕跡が残っているんでしょう。おお、霊夢警部さすがだぜ。怪しすぎて誰でもわかるわよ。医師が現場に到着し、検視を行おうとしたが夫はそれを拒否した。愛する人の検視を拒む家族というのは、心情を考えるとそこまでおかしなことではない。しかし夫エドワードの行動はあまりにも不審だった。検視を拒んだ上、ゾーナの葬儀では彼女の首にスカーフを巻いていた。怪しい。この夫の怪しさに気づいている人はいなかったの？もちろんいた、ゾーナの母親だぜ。被害者の母親。実はゾーナの母親は事件の以前から、二人の結婚を反対していたんだ。何か反対する理由があったの？エドワードはゾーナとかなり年が離れていた上に、結婚歴があったんだ。年の差カップルってやつね。でも年の差があるくらいで反対するのはどうかと。実はその前妻が不審死していたんだ。私も二人の結婚に断固として反対するわ。このことからゾーナの母親は、娘の葬儀後もずっと夫のエドワードを怪しんでいた。そして事件後、ある不思議な現象が起こるんだ。ゾーナの母親の夢に、亡くなったゾーナが出てきたんだぜ。きっと何か伝えたくて夢に出てきたに違いないわね。ゾーナは夫の暴力によって命を落としたことを母親に伝えてきた。彼女は日常的に夫から暴力を受けていたんだ。夫の正体は DV 男だったのね。ゾーナの母親はこの夢をきっかけに、ゾーナの死因について検察官に訴えた。母親の必死の訴えの末、再度詳しい調査が行われることになったんだぜ。つまり検察官は母親の夢に出てきた、ゾーナの証言を信じたってこと？夢を本気にしたわけではないと思うが、調査のきっかけにはなっただろう。検視の結果、ゾーナの首に不自然な痕跡が見つかり、事件性が高いと判断されたんだ。その後、ゾーナが殺害されたことが明らかになり、夫のエドワードは逮捕された。問題は、裁判で亡くなり夢に現れた幽霊の証言は証拠になるのか、ということだ。確かにゾーナの証言がなかったら、真相は闇に葬られていたかもしれないものね。裁判の結果、夫エドワードは終身刑になった。ということは幽霊の証言が証拠になったの？残念ながら幽霊の証言が証拠になったわけではなかったぜ。それにしてもあの不思議な夢は一体何だったのかしら？今回の真相解明のきっかけになったのは、ゾーナの母親の証言だ。この母親は娘の夫に対して疑念の気持ちを持っていた。その強い思いが夢に現れたのかもしれないぜ。つまり夢の幽霊の証言の正体は、残された家族の強い思いが作り出したもの？そういうことだ。近年では夢の内容を自分でコントロールできる明晰夢が、科学的に研究されている。母親が見た夢は、そうした明晰夢や深層心理の一種かもしれないな。なるほどね。でもなんだか私は、ゾーナの訴えが本当に存在したことを信じてみたくなったわ。ってことで今回は、科学で証明できない謎の超常現象5選を紹介したぜ。世の中には科学で説明のつかないものなんてない、と思っていたけど、科学で証明できないものばかりだったわね。今日紹介したのは世界の超常現象の氷山の一角だ。これからもたくさんの恐ろしい超常現象が、霊夢を待ち受けているぜ。ここまで来たらいくつあっても同じよ、受けて立つわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。